日本ハム21歳が、末恐ろしい柳川大成支配下3ヶ月でブレイク。日本ハムの3年目は、柳川大成投手の躍進が止まらない。22日のロッテ戦ZOZO マリンで1点リードの9回に登板して無失点。6試合連続セーブを記録した。新守護神として奮闘する21歳にファンは、救世主、頼もしすぎると声を寄せている。柳川の活躍見るのが一番の楽しみ。このまま盤石のクローザーとして定着して優勝か日本一決めるラストボール投げてくれ。柳川が抑えになってから割と大差勝ちも増えてるから全く酷使ペースじゃないのもいいな。抑え柳川定着の何がでかいかって他の中継ぎ投手の使い方を崩さなくていいところよ。一回セーブ失敗も経験しておいてほしいけどちょっと時期的にダメージでかいよな。もうこのまま無傷でシーズン駆け抜けるくらいの希望の子になってくれても構わんのやで。頑張れ柳川。僅差とかの場面でも落ち着いて投げ込めるのがすごいわ。ベテラン並み。プロで何年抑え合ってきたのよって。いずれ試練はやってくるだろうけど打者が慣れる前に今シーズンが終わりそう。頑張。すぐダメになるって言ってたやついたな。ファイターズにとって、2021年ドラフトは神ドラフト。柳川21歳、宮西39歳。宮西が高3の頃に柳川がやっと生まれてるんだよな。それが一緒に活躍してるってすごいわ。柳川は2回ミス連続したらファーム調整か配線調整かな。杉浦正義も投げ出しているからそのバランス。秋吉、杉浦、田中。どうしてハムのクローザーは単年しか保たないのか。来年新人王あるぞ。